は。石川県からやってまいりました。本来ならばここに立つべき人はですね、本当の専門家ですね。私は一会員なんです。まあ、付け焼き場でですね、ともかく勉強はしました。今日お話しすることはですね、いろんな深刻なデータがたくさん出てきます。いろんな論文を読んでですね、作った世代です。それをどう解釈するか、それは皆さんと今日一緒に考えていきたいと思います。皆さんぼんやり聞くというよりも自分で考えていただきたいデータですね。ということで1時間半皆さんと時間を共有したいと思います。よろしくお願いします。1ミリシーベルトが放射線防護委員会というところが1985年パリ会議で決めたものです。でこれは安全という数字じゃないんですよ。まあ、交通事故で死亡者が出るくらいに抑えとけば、なんとか、まあ、国民のみんなも納得してもらえるかなというようなところの水準なんです。すごい数なんですよ、実は。でこれはですね、1ミリシーベルトがどれくらいか。これスライド作ったとき、どうしようかなと思ったんですけども、まあ、こんなに広いんですけども、まあ、ここは1ミリシーベルトどころじゃなかったんです。この地図を、汚染地図を拝見しましたが、驚きました。1ミリシーベルト、国の基準に違反する範囲内がこれだけですね。ものすごいことです。で放射線管理区域、これピントもうちょっと折れると無理なんですかね。あ、無理なんですか。あ、じゃあいいです、いいです。放射線管理区域っていうのは、皆さんレントゲン室とか、レントゲン取られたり、CT の検査を受けられたことありますか。まあ、なんか重たいドアを開けて中に入ってですね、そして医療関係者外に出て、そして取りますよね、はい、そういったところの管理区域の放射線はですね、0.6 マイクロシーベルトなんですよ。取り出してみると どんな感じですか。要するにこの管理区域ではですね、子どもたちが遊んだり、そこでレントゲン CT 撮っている間にですね、そこで子どもが本を読んだり、遊んだり、ご飯を食べたりしてはいけないところなんですよね。でそこにですね、まあ、範囲はこれだけなんですけども、現在、皆さん住んでいらっしゃるということです。しかも、妊婦さんも、赤ちゃんも、患者性がすごい高い人たちがですね、ここに住んでですね、24時間365日過ごしていらっしゃるということです。まあ、法律違反なんですよ。いや、住んでる人は法律違反なんじゃないんですよ。それを許して、そうむしろ強要している行政の方たちの責任かな。彼らが、法律違反を犯しているということです。もしですね、私がですね、放射線管理区域でですね、子どもたちにそういうことをしたとしたら、吉田小児科クリニック即医療停止、私は働けなくなる。それほどのものなんです。食べ物の現在規制値は 100ベクレルですよね。低いと思います。まあ、皆さんよくご存じなんで、ものすごく高い量ですよね。実際ですね、この100ベクレルというのはどういうことかというとですね、放射性廃棄物、原発で出ますよね。でそれをですね、長期間厳重に保管することを求められる。100ベクレル以上だと。そしてこれ99だと食べてもいい。食べてもいいことになるんですよ。内部被曝の、こちら外部被曝ですよね。内部被曝の危険性も考えているんですね。で、しかも食べてる、飲んでる。で、赤ちゃんはほんの半分しかない。5倍の危険性、4倍から5倍の危険性があると言われてますよね、ニュースはね。とんでもない数字なんですよね。実際ですね、まあ、これは見られたことあると思うんですけども、日々10ベクレルの食べ物を食べたとします。ほんの少量。それを毎日、食べ続けるとですね、どんどん上がっていくんですよ。そして、約2年間で平行に達してですね、1400ベクレル。
体内にたまる。それはですね、小学生に20キロの小学1年生に換算しますとですね、70ベクレル体重あたり、これも病気になります。70以上は注意ということなんですよ。20以下も本当は注意なんですけど、せめて4とか5ぐらいに抑えておかないんですよね。70ベクレルたった10ベクレルを下げ続けたら、こういうことになるんですよね。でこれが我々が訳した本の元のネットにありました。ネットで偶然見つけてですね、仲間と一緒にこれを訳しました。訳した本がこういう本なんですけども、トールバイル博士からですね、よく訳してくれたねっていうお礼の言葉もいただきました。この本に書いてあることを元に今日お話しさせていただきます。まず放射線が非常に高い地域でということが、特に悲劇的なのは何千人もの子どもたちの運命。あるものは死産、死亡、奇形や遺伝子を持って生まれ、あるいは通常の状況では起きないような病気とともに暮らすことを強いられている。ね、施設に入っていらっしゃる子どもも、親から捨てられた子どもさえたちもいます。大変な病気で育てられないという人ね、妊娠、孤児などにで生活されていらっしゃるんですね。一番被害の放射線高かったところはここのゴメリ州、ゴメリ州と言いますけども、ここです。大きな飛び地があるんですね。ホットスポット、すごい大きなホットスポット、最初隠されていたんですね。後で分かって慌てて避難されたんですけども、ここから200キロも離れたところにホットスポットがあります。そこでどういうことも事故が起きてから、こういうふうにですね、1000点以上がすごい増えたんですね。6.8 倍ものすごい数です。 JF ケネディが核拡散防止条約を締結するときの演説の一部です。たった一人の前提以上であっても憂慮すべき問題だ。子や孫たちは統計上の一つの数字ではない。さっきグラフ出ましたね。グラフで見ると単なるグラフなんですけども、あそこに一人一人の子どもたちの苦しみが積み重なって一つのグラフになっているんですよ。でウクライナではどうか。被害のほんの一部のお話ですよ。ウクライナの西の方、3歳以下の脳腫瘍も増加した。6.5 倍の脳腫瘍はですね、例えば良性であっても、子どもの命にとっては悪性なんですよね。脳のスペースは限られてますので、良性であってもですね、それは圧迫、脳が圧迫しますので。これを私、最初見たとき信じられなかったです。これは皆さん、放射能の影響というと、まあ、1000点以上、がん。まあ、大体思いつくところじゃないかなと思うんですよ。しかしそれはほんの一部なん、一部って言ったら失礼なんですけど、全体の被害から見ると一部なんですよ。一部なんです。大部分は一般的疾患、循環器疾患、肺疾患、消化器疾患、中枢神経疾患、甲状腺疾患、こういう一般的な皆さんが普通になるような病気が増えたんですよ。例えば心筋梗塞、脳卒中ですね。でこの数字、1990年から4年後からですね、急激に増えていく。で我々のグループでもこれ嘘じゃないかという意見もありました。いい加減なデータ、そして日本みたいに医療が発達してないとこのいい加減なデータがドクターじゃないかと、自分たちの医療がよっぽどいいと思っているんだと思うんですけども、向こうのドクターの方がよっぽど私はしっかりしてると思うんですよ。で、ここの、
宮部さんという方、女性の方なんですけども、まずこの人はどういう人なのかということをネットで調べました。現在かなりご高齢の80歳を過ぎていらっしゃると思うんですけども、ご高齢の女性の、優しそうな先生です。博士ですね。そして、国際会議も開催したり、放射能の危険性を討論するような国際会議を何回も開催して、ご自分でも発表されている。精神科の先生。そして、こういったデータを出すための、基礎データを作るための方法がですね、ウクライナにはちゃんとあるんですよ、国が。放射能を浴びた人たちを全部登録しておいてですね、そして1年ごとにですね、どんな病気になった、どうなった、命がどうだったということをずっと登録して、記録としてコンピューター化されてるんですよ。そのデータをもとにして、これ、できてるんですね。ただもう、病気の診断基準はどうかというと、そこまでちょっと私、我々も分からなかったんですけども、ともかく病気が多い。我々グループとしては、このデータは間違いないんじゃないかという確信を持ちました。そして、ウクライナ政府自体がですね、これとほとんど同じようなデータを、去年発表して、一昨年かネットで読むことがウクライナ政府発表ね。健康な子供が減ったんですよ。こんなに 10% 以下。今日プラネット TV、アワープラネット TV 失礼しました。の呼ばれた、ステパノワ博士の講演を彼女たちがですね、ネットで発表しましたけども、彼女も言ってましてね、すごい数の子どもたちが健康ではない状態に陥っている。これが、この本がですね、最大のものです。ヤブロコフ博士、ロシアの、医者ではないんですけども、動物学者。彼の書いた本っていうか、これは論文集なんですね。たくさん地元のチェルノブイリの周辺の国の地元のドクターがものすごく論文をたくさん作ったんですよ。たくさん作って、それを要約を集めた本で、すごいです。どうかこれを。私もこの翻訳の医学用語の担当、アドバイザーになってたんですけども、もう書ききれないので、がん一部だけしかこれ載ってません。がん以外の病気もっとあります。その一部で。もうあらゆる細胞がですね、放射能で被害を、障害を受けるんですよ。全身に及ぼす。遺伝子が侵されてがんになる、それは一部なんですよ。全身なんですよ。これはですね、東重野さんっていう金沢の小学校の先生されてた方が、書かれた本に載ってまして、彼女から直接の本を購入しまして、それを使っていいよって言われて作ったスライドです。マカレビッチ村。これで見ると放射線量がこのゾーンというところから離れたところにあるんですけども、実は多分ここはもっと高かったんだろうと思います。どういうことが起きたか見てみましょう。この方が小学校の先生で、東重野さんと交流してですね、僕の中心になった方です。この本を作るように。ニーナさんと一緒に。32人が死に生まれたのは、この方自身もご病気、ご主人もご病気になった。14歳のナターシャさん、弟もママもパパもおじいちゃんもおばあちゃんも、みんな病気。こんなご家庭って日本に、ないとは言えないですけども、ね、
我々の地の300人以上の人が亡くなりました。ソーニアさん、私たちの土地には健康な人は誰もいません。タチャーナさんは子供が2人生まれてすごい嬉しかったそうです。母親っていいもんだなと。しかし今は喜びがあります。家で私だけが残りました。こういうことが起きてるんですよ、ね。はい、じゃあ次、停戦両方戦地帯地域についてお話しします。まあ、ここが皆さんの取り出しのところですね。これ持ってきたんですけども、そこにある地図見ましたら、まあ、認識かなと、実際は違うんだなと、持ってきたことがなんか恥ずかしい。皆さんの意識は危機感をもっともっとあったんだなというので、スライドの作り方に問題があったかもしれません。すみません。まあ、10から185キロベクレル、1万から18万ベクレルという線量がこれでは言われていますね。じゃあそれと似た地域はあるのか。これリウネ州という州がありまして、ここ北部と南部線量がちょっと違うんですね。で北部は、18万キロベクレル以下で、南部がもっとずっと低くて、3万ベクレル以下。ここでどういうことが起きた。神経管欠損症、まあ聞かれたことないと思うんですけども、無脳症っていうのを聞かれてるかなんか、髄膜っていうのが、ね。まあ、一番軽いのは二分脊椎ですね。脊椎です。まあ、無脳症というお子さんは生きていることはできません。もう死産で。髄膜瘤はここにコブに、頭の後ろ、背中に大きなコブがある。それがですね、欧州のですね、南部、線量が低いところで倍に、高いところで3倍になったわけですね。これは小児科学会雑誌という、アメリカの小児科学会のピディアトリックスという雑誌に載った論文です。国際原発村、日本にも原発村あるんですけども、そこの学者さんたちは、こういった論文はいい加減だと。いい加減なことを書いて、間違っているようですよね。そして、書かれている雑誌、論文の雑誌もですね、レベルの低い雑誌だというんですけども、ピディアトリックス、超一流です。こんなところに日本人がですね、研究して載せようと思っても、なかなか載れない。もし乗ればですね、ドクター、仲間全員でですね、お祝いです。それくらいの雑誌なんですよ。サイエンスとか、ネイチャーほどではないかもしれないですね。でもそれにしても、格式のある雑誌。それに載ったらですね。次はネイチャーの論文です。ギリシャ。1200キロも離れたところですね。ここで何が起きたか。線量は、4キロ、40キロベクレル、4万ベクレル。セシウム137だけの話ですけども、で、最初の1年間で約2ミリシーベルト国民が平均被爆したんではないかと言われているところです。皆さんのところではどうでしょうか。そこで、乳児の白血病がどれくらい増えたか。もともと白血病自体はそんなに多いわけじゃないので、2.6 倍といっても数は限られてはいますよ。しかしなった人にしてみればですね、大きな話です。でこういったデータ、まあ、いいですけども、ここのですね、
ここの数字、信頼区間とか、ピースとかね、ここで医者はいい論文かどうかを判断するんですけども、すごい信頼ができるという医者はありというようなデータなんですよ。原発村の人たちは、いい加減な論文って言うんですけどね、言う、知ってて、ネイチャー。ネイチャーなんかに論文、私はもう、その雑誌さえないです。通るはずがないです。普通の医者の研究では出ませんね。よほどの研究をしないとね。こういう論文が出ていてもですね、国際原発村の人たちはですね、日本のドクターたちもですね、信じないんですよね。信じたくないのかな。これはですね、ダウン症、染色体異常ですね、ダウン症がですね、増えたと。で、1月に、1987年の1月に突然、ベルリンでダウン症が増えたんですよ、西ベルリンで。で、1月っていうと、ちょうどチェルノブイリが事故があった、起きた前年の4月26日の日にですね、日前後に妊娠した場合。前後で妊娠した子がここで生まれるんですね、1月にね。で、ここでダウン症という。まあ、偶然の一致だろうと、多くの人は言うんですけども、これはブリティッシュ・メディカル・ジャーナル。これでイギリスの超一流たちだね。ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル。BMJ。これに載ってます。同時にですね、ベラルーシでも同じことが起きます。ベラルーシ。偶然の一致ですか ?1 月にだって増える。スウェーデン北東部でも 30% 増加、スコットランドのロジアン州でも2倍に増加、こういう発表があるんですよね。放射能の影響であるということは、どんな場合も医者も分かりません。証明することはできません。ダウン症の子供にですね、放射能の影響ですという、普段はぶら下がって生まれてくるわけじゃないんですよ。本当かと言われると、そうだとは言えませんけども、じゃあ違うかと私は言う。じゃあ違うなら証明してみなさい。証明責任は事故を起こした人にあるでしょう。チェルノブイリ周辺では人々はあらゆる病気で苦しんでいるわけです。がん、血病、脳腫瘍、死産、奇形児、老化現象、老化促進、10歳から15歳早く年を取ります。40代でもうお年寄り、心臓、肺、消化器、中枢神経、免疫、風邪をひいても治らない、肺炎になりやすい、しょっちゅう病気をしている、これも起きてるんですよ。NHK の、ウクライナを訴えるっていう報道がありましたよね、去年だったかな。そこの小学校ではですね、元気な子供が、運動ができる子供が 6%、正規の運動がほとんどの子供たちはできないんですよ。そして、授業時間がですね、正規の授業時間だと長すぎるので、5分、10分短くしてます。そして、宿題はなし。宿題しすぎて、勉強しすぎてですね、倒れる子供がいるということで、そこの先生のおっしゃるには、今はともかく健康、勉強よりも健康の方を取りたいということです。救急車が1日3回来た日もあるそうです。養護の先生の話です。じゃあ、自然や医療からの放射能。これはどうかということなんですけど、これがもし危険だとしたら、今はものすごく危険ということがわかりますよね。こういう図見たことあります？事故1年目、よく新聞とかネット、あるいはテレビで出ましたよね。
そして国民全員が騙されました。インチキな説明ですよね。これはどういうことかというと、こう線量が高いセンシーベルト、あるいは1万シーベルト、100、10、6.92、下がってこれ0なんですけども、なんでインチキかというと、彼らはこう言うんですよ。自然や医療でこんなに放射線を浴びているんですよ。でも大丈夫でしょ。原発事故で少しぐらい線量が増えたって、どうってことないですよ。というふうに使います、これ。皆さん、これ、見られてどう思われました？そうかな。医者が CT 取っているし、電力も取っている。皆さんの体のことを考えて、安全な方法でやっていらっしゃるのに間違いないだろう。しかも、ニューヨーク行かれたこともありますか？ニューヨーク行かなくてもいいですよ。他の地、まあ、ともかく飛行機に乗られたことありますよね。私も今日乗ってきました。まあ、ニューヨーク行くほど高い空ではないんですけども。私自身も恐怖のレントゲン、患者さんに撮ってます。CT の撮ってくださいという指示を出したこともあります。そして自然界から、放射線をこう宇宙からも来るそうです。そして土、あの岩、石からもこう来ますよね。そういう、あるわけなんです。で、これらが安全かどうかですよね。安全なのかということをちょっと見てみたいと思います。この人はアリス・スチュワートという人で画期的な研究をしました。今から50年前なんですよ。私まだ医者になってませんでした。50年前当時ですね、赤ちゃんエコがなかったので、赤ちゃんが何段かどうかを見るためにですね、骨盤の大きさと赤ちゃんの頭の大きさを、生まれる直前に測ってですね、測って、帝王切開しようかどうかを考える方法として、レントゲンを取るのが当たり前だったそうです。で、私医者になったのは40年前なんですけども、当時も当たり前でした。それがほんの数年したら取らんことになりました。でも、このランセットにこの方がこれ発表してからですね、日本で反応が起きるのに 10年以上15年かかるわけですね。どんどんができてもね、即反応しないんですよ。いろいろご質問があるから。今度は CT です。 CT 検査、神経検査どうです？皆さんもうかなり普及しちゃったもので、捉えた方あります？もうよくわかります。細かいところまでものすごい医療の発達、素晴らしいという感じを受けるんですね。で、医者もですね、それについついいい写真を見たい、絶対大丈夫と言ってあげたい、そしてあるいは病気の初期段階を見つけたいとい医者の熱望もあってですね、どうぞどうぞけど、その他に高い機械なんですよ。それをペイしていかなくちゃいけないんですよ。そうすると医者は、まあ、経営者ですね、どう考えるか、これを10年償却として1日あたりで割れとって、こうなるわけです。1日何枚とこういう数値が出てくるわけですね。それに合わせようとするわけ。そうすると白血病が増えて、これランセットというイギリスの超一流の雑誌です。ランセット超一流の雑誌だね。脳腫瘍が増えて、でこれは去年出た論文なんですけども、今年も出てます。今年もイギリスから出たんですけども、イギリスから出たのでは、この2つの腫瘍以外にもあらゆる腫瘍が CT によって増えるということがですね。こういうことなんですよ。医療も決して安全ではないということなんです。ただし、東電から出た放射能と医療には大きな違いが一つだけあります。
それは一つはメリットがあるかないかですね。まあ、知っている場合は診断ができた、それによって病気が治ったとすればメリットはあったということになるんですね。リスクのバランスですね。天秤にかけるといつも言うんですけども、どっちが得か副作用とその効果によって得られるメリットとどちらを取るかを考えて CT を取るという姿勢が大切なんですけども、今はそのデメリットを誰も考えずにメリットだけを考えているドクターが実は多いんじゃないかなというのが私の印象なんですけども、じゃあ放射線が非常に高い地域に住んでいらっしゃる方がいらっしゃるんですよ。ガラパリとか、ここは中国のヤンチャンね、ガンサールとかね、でそういったところにガンが少ない、有益放射能を浴びても大丈夫というのは原発村のお話です、原理のお話なんですけども、でも転職点以上ちゃんとあるんですよ。すごい増えるんですよ、多いですね。がんがなんで増えないかよくわかりません。調べ方が足りないのか、そこへ調査に行った人たちは原発村に属する人たちだったということもあるかもしれません。それはわかりません。じゃあパイロットはどうか。パイロット1年目と10年目でこう転座率というのは染色体がですね、血に入れてですね、入れ替わるというのを転座というんですけども、これが起きやすくなる。10年もパイロットを続けるとですね、1.8 倍に増える。じゃあそういうの何もしなくて普通に生活していてですね、自然放射能はどうかというとですね、これがまた去年出たんですよ。イギリスのオックスフォード大学、1ミリシーベルト増えるごとに白血病、小児の白血病ですよ、患者性が高い小児 12% ずつ増えているというデータが出ます。したがって、福島原発事故が起きなくてもですね、我々は、放射能の危険性にさらされながら地球上に生存しているということです。したがってこういった放射能でもしなければですね、皆さんが人類のですね、健康度はもうちょっと高いんじゃないかなと。実はもう少し高い、白血病ももっと少ないということが想像されます。自然や医療界からの放射能も安全とは言います。事故が起きればですね、このリスクがさらに積み重なるということなんです。原発村の人たちは自然放射能大丈夫でしょ、こっちの福島増えたってこっちの方が多いんだから安心ですって言うんですね。じゃないんですよ、これにさらに福島が上に乗ったんですよ。そういうことなんです。逆三角形はそういうふうに、読むべきなんですよね。それを全く違うように解説して国民を安心させようというのが、国の方針というかね、事故を小さく見せようというのが国行政の方針なんです。何なんですか、人間の命と経済とどっちが大切なんですか一体。だんだん私怒ってきた喋ってると。そして世界一安全な原発を、世界最高水準の原発をトルコに売るの、アラブ諸国に売る、それを誰ですか、トップセールスした人は。出せない、ね、死の商人と言っている人、ね、死の商人。じゃあ100ミリシーベルト以下は事故が、被害が確認されていない、こういう言葉聞かれたことありますね。100ミリシーベルト、逆三角形の上の方が100ミリシーベルトですね。100ミリシーベルト、安全って言った人がいましたね。ミスター100ミリシーベルトという名前もつきましたね。まあ、実際のお顔を出すわけにはいかないので、この方は私がいろんな発表するときに私に反論する方が
ですよ。いつも使ってるんですけど。今回は原発村の学者になってきました。遊戯隊長、あの時確認されていなかったら逆でしょう、ね、確認されていなかったら危険かもしれないから注意しましょうねっていうのが記者の正しい説明でしょう。確認されてないから安全大丈夫。国民の健康を守る医者がそういうことを言うんですよね。同じ同業者として本当恥ずかしいわ。恥ずかしい限りです。すいません。で、彼らはこういうのを作ってくるんですよね。タバコ、タバコの肺がんになる確率、相対リスクは 3.7、 しかし100ミリシーブレードでは 1.05、 差がある。タバコの方がよっぽど危険だから。で、私がですね、いろんな人にというか放射線のドクターとかね、核医学のドクターにこれ言うとですね、タバコ吸ってる人には言ってほしくないよねって言ってね。私は吸ってないんですけどね。タバコの、まあタバコ危険です。タバコなるべくやめてくださいね。危険なんです。危険なんですけども、放射能の方がもっともっと危険なんですよ。で、この 1.05 っていうのはですね、彼らに一応根拠あるんですよ。これはですね、広島長崎の原爆で、被害を原爆にあった方たちの生存者の寿命調査をずっとしているんですよ。50年60年としてるんですよ。それのデータを元にした立派なデータだそうです。こう立派って言ったもんですか。で、そのデータの出し方に、で、このデータはですね、国際基準の国で 何ミリシーベルト安全度だけ国際基準を決めるときの、元になるデータで、すごい重要なんですよ。すごい重要って、私重要ではないと思うんですけど、彼らはそう重要だと言って、これを根拠に100ミリシーベルト以下はうんぬんとこういうわけですよね。で、がんリスクっていうのを、がんになりやすい危険度、被爆者の、被爆した人のがんの発病率を見ます。発病率見ますね。何パーセントの人がなるか。そしてこれと割り算しなくていかんね。健康な人、あの被爆しなかった人、当然一般の人ですよね。被爆した人じゃないですよね。一般の人たちと比べる必要がある。だから被爆した、広島で被爆した人、長崎で被爆した人が分子で、分母は例えば岡山県の方とかね、福岡県の方の、あれは全国平均です。で、割って何倍高いかを見るのが正しい方法ですよね。被爆してないということが条件ですよね。これ誰でも、誰考えても分かるでしょ、岡さんね。はい、統計学の基本ですよね。基本中の基本ね。原発村の学者さんはどうした。まあ、最初はこれを研究を始めたのは ABCC っていうんですけどね、アメリカの研究フレッシュで始めたんですけども、それを引き継いだあの日本人たちが広島にいらっしゃるわけです。原爆影響研究所ですね。そこで研究室いらっしゃるんですよ。研究の仕方はどんなのかご存知ですか。彼らは全部登録してあるんですよ。そして毎年ですね、死亡届をチェックするんですよ、全国にこっそりと勝手に。そしてその中にテストがいたら死亡届をですね、勝手にですね、勝手に集めて、そしてこの方は死亡ということで、東京というわけですね。爆心、今年広島行ってきました。原爆資料館、すごいショックで出てきましたけどね、原爆資料館。ここの 2.5 キロ圏内の原爆資料館のあるあたりが、あそこの爆心地だったんですね。爆心地から 2.5 キロ以内に住んでいらっしゃる方のがんの発生率を見たわけです、ね、分子になったのはここです。じゃあ分母になったのはどこか。10キロ圏内に住んでいらっしゃった、ここで被爆した人、
ピカッと光った初期被爆を浴びなかったということで大丈夫ということになったそうです。しかしこの青い地図はですね、黒い雨が降ったところです。黄色いところが一番濃かったところですね。しっかりとですね、黒い雨被爆をしてるんですよ。で、黒い雨被爆は彼らは直接は私この研究している人に電話で聞いたんです。黒い雨被爆は被爆したんじゃないですか、してないことになってるんです。で、それで研究なし。そんな被爆者と被爆者を比べて差あったとしてもちょっとしか出ないでしょう。 1.05 しか出ないでしょう。差あってもそんなインチキな研究してるんですよ。そしてそれが世界基準になって、そして国民が騙される。そして福島でですね、戦場高いから心配だと、避難したいと言っても逆にシミリシビエといかですから大丈夫というふうに彼らは、行政の人はそれを利用して言うわけですね。そして将来がんになってもですね、あなたは100ミリシーベルトといかだから因果関係はありません、ゆえに、がんになられたのはお酒の飲み過ぎ、タバコを吸ってたんじゃないですかと、こういうふうに話がいくわけですね。二重に罪が深いんですよ、これ100ミリシーベルト。もう一回これを見ていきましょう。下が分母の一般、これがですね、10キロ圏内の人たちに変わりました。で、この人たちはがんになりやすいですから、分母がこう大きくなるわけですね。そしてですね、なんと分子のところもですね、5年以内に死亡した人たち、その人たちも将来がんになったかもしれませんね。なった人もいたんでしょう。その人たちは除かれているんですよ。5年、被爆広島で原爆が落ちてから5年後からのデータを使うんですね。そしてこれは現在のデータ、将来、この後も広島でさえ現在進行形なんですよ。将来増えていくと予想される人は含まれていないんですよ。本当は5年、10年後、20年後にはもっと数値は大きくなると思うんですけどね。相対です。こんなあやふやな調査をもとにしてですね、国際基準が出てきたんですね。微量な放射能、原発のところから皆さん放射能出てると思います？茨城県のそんなのは想像してると思うんですけども、出てるんですよね。だってあの煙突何のためにあるの？排気塔ですけど、あの高い排気塔を作る理由はですね、あそこからでもあの説明すると空気が出てるとかいう説明があるんですけどね、当然薄まるから大丈夫っていうわけですよね。自分たちの勝手に決めた数値で安全基準とか安全じゃないんですけど、それでドイツでですね、原発周辺で白血病が多いという噂がずっとありました。そして国民が、ドイツの人たちははっきり言いますから、国民が騒いだ。そしたら政府はですね、そんなことあるはずないということで、それを否定するためにキック研究というのを行いました。キックというのは、KK というのは子供の、クレプスガというものなんですけども、5キロ圏内、10キロ圏内でのがんの発生率見ました。高かったんですね、原発周辺でがんが高いんですよ。危険なんですよ、原発があるだけでも危険。これはですね、そういう研究は世界中で行っています。一番多いのはアメリカなんですけど、研究してるんですよ。で、この研究を全部集めてですね、一つのグラフ、表にしたのがこれです。で、これの表の見方はですね、
ここの縦の線より右側ですね、に多いと原発が危険、左側が多いと危険じゃない、統計の取り方もいろいろありますので、誤差っていうものが出るから、たくさん の論文を集めてですね、こういうメタアナリシスっていうんですけども、分析をすると、もう右側はほとんどですよね、危険なんです。でなんでそんな少量の放射、少量って言って私から見ると少量じゃないんですけども、彼らが言う少量の放射能で、乳児、白血病になるか、イアン・ペアリーという方の論文を読みました。彼が言うにはですね、センバ、胎児、むしろ胎芽と言うんですけども、エンブリオ、赤ちゃんが生まれてお母さんのお腹で、目って言ってるんですけど、目ができたほんの小さい時はまだ胎児がつかないというターンなんです。胎芽、新生児の1000倍も危険度が高いという研究があるんですね。だってもう生まれてすぐで細胞分裂がバイバイになって赤ちゃんがグッともう大きくなるでしょ、ね。そんな分裂の時に放射能が来たらどうですか。妊娠初期と比べてもですね、後期に比べてもですね、5倍も高いんですよね。そして、胎盤からですね、胎児に移行する際にまた 1.6 倍に濃縮される。外部被曝という内部被曝が 4.4 から5倍危険。本当はもっと高い。700倍って言ってますよね。で乳児自体が大人の 5.4 倍も高いわけですから、乳児と大人に比べると 1000×5.4、5000倍、大人よりも危険ですよね。そういった非常に放射能に感受性の高い胎芽がですね、放射能を浴びたから、医療でもですね、白血病が増えたというのが、このフェアリーさんの言い方です。で少ない原発から出た薄まった放射能でもですね、こういう食物連鎖によって絶対濃縮も起きます。セシウムが水もプランクトン魚と陸に従って増えていきます。実際福島沖でですね、海水40、アラメ421、ウニ2017というふうに増えてきてました。 NHK の ETV 特集での映像に載っています。薄まってもまた濃くなるんですよ。あれら薄めるから大丈夫でって海に流したり空中に出してですね、薄まった自分たちの基準値よりも低いゆえに安心してください。はい、の子供たちが増えたというニュースを見たとき私びっくりしました。しかもそれよく発見したかなと思って、発見した人、最初に気づいた人、偉い人よね。気づいた方がここにいらっしゃるんですよ。その辺にこういう最初はですね、被害が起きてもですね、微妙よく注意してみないとわからないんですよ。そして国行政は隠そうとしますので、それを見抜く必要があります。見抜く、そしてしつこく言っていかないとデータが出てこない。先ほど聞いたばっかりの話なんですけど、苦労されてデータを集めて、そして質問機になったんですよね。少年が心臓発作、これは真実はどこにというフィルム、ネットで見ることができます。この真実はどこにって入れてネット検索すると映像を見ることができますよ。もう3回も心筋梗塞になった、心臓発作で、I had already three infarction, cardiac crisis. この方はウクライナなんで英語じゃないんですけども、こういうふうに文字が出てます。目の下にちょっとクマがあるんですけどね。でも外見は、なんか外でサッカーでもして一日走り回るようなお子さんのように見えますね。この高学年っていう感じで、やんちゃ高いっていう
感じなのに、すでに大人の成人と同じ状況。日本じゃないですよ。いや、あるんですけども、それ川崎病という特殊な病気の時とか、あと心筋炎という稀な病気、熱が出てね、なる病気。こういう心臓の病気、どうなんですか。で、これ、先ほどの教授、座っていらっしゃる教授、まあ、ユリ・バンダ・ジェスキーさん、作られた組織ですね。簡単に説明します。これが心臓の筋肉、これが正常な心臓の筋肉、びっしし筋肉がこう入ってますね。隙間ないですね。隙間ない。隙間あるということは、ここは浮腫状になってるんですよ。水液体がこうぼわーっと、そして断裂切れている。こんな心臓でですね、ぎゅっぎゅっとポンプでですね、休まずですね、全身筋肉に血液を全身に送ることができると思います？この方は突然死されたんですね。先ほどの少年じゃないんですよ。43歳の方なんですけども、まあ、ここまでいかなくてもですね、不整脈、筋肉は全く大丈夫でもですね、不整脈で突然死することも十分考えられます。基本的に周期延長症候群って言うんですけどね。心臓っていうのはカリウムで、カリウムの脱分極って言ってね、カリウムがこう細胞の中に入っていくチャンネルっていうトンネルがあるんですよ。でそこスッとカリウム入るんですけども、セシウムっていうのはカリウムと同じように体が認識しますので、セシウムもそこに入ろうとするんです。そこに引っかかっちゃうんですよ。でなかなか入っていけないんですよね。でそこで放射線出すとどうなります？でそこは刺激伝導系って言ってですね、心臓は電気で動いてるんですよ。カリウムで動くわけです。カリウムの出会い、それで心臓の細胞脱分極っていう、ちょっと難しい話なんですけども、まあ、電気を流すための仕組みなんですよ。そこにセシウムが入ってて邪魔している。不整脈が起きて当然だと私は思います。でこれは取手市の小学校の心臓、小中学校の心臓検診のデータですね。これはいただいた、皆さんからいただいたデータをさらにで私が吟味してですね、本当にあり得る放射能であり得る病気だけを抽出していますので、数値はちょっと少ないです。ここのところね、平成20年、21年、22年、23年、24年、まあ、2倍、3倍に増えてますね。まあ、いろんな取り方はあると思います。で、たまたまっていうこともあるかもしれんよ、もちろん。でもたまたまなら、たまたまだっていうことを証明してほしい。悪い方に考えなくていかんのです。悪い方に考えて、あ、それはたまたまで、調査上のミスだったなという、調査上の、そういった誤差だったなということが後で分かるならば、それでよかったわけなんですけども、これがもし本当だったらどうします？茨城、今度心電図異常でですね、要管理者、管理しなくちゃいけないという心電図上あった子どもたちが多かったところをこの赤で示してみました。取手市、安美市、高知市、川内市、川内町かな、高萩市、また多かったんですよ。で、この黄色のところは放射線線量は比較的高いんですけども、異常は増えてなかったというところ。もう一つの見方があると思います。線量が一番低いところ。では、低いところではどこも心電図の異常の増えはなかった。これも重要な証拠ですよね。でこれがどうなるかはさらに、経過を見ていく必要があると思います。この医学というのはね、エビデンス、証拠をもとにして、
データを出して、あ、やっぱり危険なんだなっていうことが分かって、他のドクターも納得しているんですよ。だから証拠が ないうちはですね、医者はなかなか納得しない。というか、証拠のない医療をしとっても困るわけなんですけども、予測っていうことは医者は苦手です。たくさんの論文をいっぱい読んで、あ、やっぱりこうだからこうなんだっていう本は得意なんですよ。だからこのデータが集まる前には医者はわからないので反応が鈍い。まあこれは医者の弱点でもあるんですけどね。弱点でもあるんですけども、いいところでもあるんですが、皆さん方はちょっと危険性があったからすぐパッとこう言えるんですけども、医者はそれは残念ながら言えないんですよ。私もやって含まれてるんですけども、でもそのリスクっていうのは将来、あ、やっぱり危険だったんだねって、たくさんの死者が出たからやっぱり危険だったんだ、ああそうか、もう遅いんですよ、手遅れなんですよ。で、医者は未知のこと、新しく出た事態には対応できないんです。だから何言われてもですね、気にしないでください。彼らは知らないんだな、知らないんです、分からないんです、データがない、論文がないから違うというだけなんですよ。逆に考えると、医者は単なる予測で治療を始めたら危険でしょ。この薬効くって言ってデータもないのに聞いて効くと思って副作用が出たら大変ですからね。そういった面では慎重な態度はもちろんそれは保持しなくちゃいかんのですけどね。新しい事態には即対応できないという欠点があるということを言ってください。同じような心電図の話と似ているんですけども、いろんなところに目配りしていく必要があると思います。原発関連死というのが東京新聞に出ました。震災による死者、行方不明者ですね、一番多かったのは宮城県。たくさんの方が津波で亡くなり、大変なことなんです。大変な数字だと思います。です、福島は比較的6分の1ぐらいだったんですよね。ところがここが多い。なんで？同じ、むしろ多い、倍近く。この違いは何なんですか？津波でお家をなくした、ご家族もなくして一人ぼっちになった、そして一人で住んでいる、精神的ショックはものすごく大きいですよね。片や、さあ、というか違いはですね、福島県の場合は放射能がたくさん出た、全て避難した、仮設住宅に住んでいる、でもお家はちゃんとある、家族は全員に来ている。まあどっちも放射能もすごい怖いんですけども、どちらもショックの、どっちかというと前者のショックの方が私は大きいように思うのに、原発関連死これだけね。復興庁の分析、肉体的精神的疲労、初期治療の遅れがこうなった。福島と宮城県のこのデータの差は一体何なんですか？福島の、仮設住宅が悪いんですか？すごい宮城県に比べて劣悪な仮設住宅なんでしょうか？その辺は私ちょっと分からないんですけども、むしろいいんですか？だから復興庁の分析も甘いというか、彼らは絶対放射能という言葉は出さないですけどね。こういったところの違いをですね、また見ていかなくてはいけないなと思います。誰も待っててもですね、これ分析してくれないんですよ。皆さん市民の方の努力によると思います。
これは下川ドクターという方が日本循環器学会で発表されたデータです。宮城県。震災後4週間、震災後からおよそ1ヶ月間の間だけ、心不全、心筋梗塞、狭心症、心肺停止、脳卒中の患者さんがガッと増えたんですね。津波で流された人はもう亡くなっていらっしゃいますから、その後にあった方ですね。まあ、それだけショックが大きかったんですよね。精神的なものもたくさん含まれていると思います。さっきのデータと合いませんよね。この、そしてその時にコメントされた伊藤博史ドクターはですね、被災にあったストレスが多大であったと推定されると言ってるんですけども、ここに放射能という言葉は一切ありません。先ほどの理由でなかなかドクターもそう思っても言えないということだったのかもしれませんけども、いいようにとればね。じゃあ最後に甲状腺のところに行きたいと思います。新たに北国新聞、石川県の新聞ですけど、新たに9人甲状腺がん、福島のことを読んでます。甲状腺が多発しているんじゃないかという噂もあります。甲状腺がんというのは実は稀です。私40年医者してるんですけども、一度も甲状腺の病気を見たことありますよ。甲状腺がんはゼロでした。で、私と同じ学年のドクターが、そういえば自分が医者になった時に1名だけあった。で、手術して亡くなった。突然の手術のリスクやね。で、小児外科のドクターに聞いても一例あったかなっていう感じでした。したがって、100万人に1人から2人って言われてるんですけども、それくらいの、稀な感じですね。放射線の影響をして福島民報に載ってました。がんはあるけども放射線の影響をして福島県と、そこに福島県立医大の先生方の記者会見でしたね。かたや私のように放射能が原因だ、あるいはそうかもしれない、かたや単に検査しすぎたためだ。いや、皆さん笑われましたけど、実はこれもう事実は事実なんですよ。スクリーニング効果といって、まだ発見されないがんを徹底的に調べると見つかって、そのがんは将来発病するものを早く見つけたということはあるんですよ。だから彼らの言うことも間違いではないので、もうちょっとさらに話を進めてみたいと思います。どちらが正しいのか、放射性要素、愛さ131言ってますけど、132とか133とか134、他の要素全部そうなんですよ。甲状腺に入ってこういうがんを作るといわれています。これが朝日新聞に載った図なんですけども、スピーディーで出したデータだそうです。で、100ミリシーベルト、国が言って100ミリシーベルト以上は甲状腺、あれはいろんな病気の原因になると。なのにこの100ミリシーベルト以上のところがこんなにあったんですよね、スピーディーが出した。で、面白いです。面白いって言ったら、これは、ETV のネットワークで作る放射線汚染のこのデータなんですけども、2012年、去年のですね、テレビでありました。1歳児に換算すると753ミリシーベルと、ものすごい量が被曝していると推定されるというデータを NHK が言ったんですよ。言ったんです。そして、今年1月、今度は NHK スペシャル。で、同じ、登場人物は同じでした。場面も似ているんですけども、途中からカラッと変わるんですよね。そして、63という数字にあれが変わってました。で、さらっとこう、場面が同じところから雪のところで
記者と一緒にその専門家の人たち、弘前大学の専門家の人たちが入ってきて、毎回全然違うことを言うんですよね。で、私これ2つを見比べてみて、何回か見比べてみて、ああ、NHK もこういう認識するんだなと、作り替え、隠蔽、作り替えするのかなと。慌てて2013年に作り替えてこういうやつですね。で、彼らが言う100ミリシーベルト以下になったんで、大丈夫、大丈夫。福島で甲状腺がんは1例も出ません。というふうにこう、宣言する。100ミリシーベルト、日本の専門家。何のデータをもとに言ってるのか私ちょっとわかりません。広島のあのデータのもとの100ミリシーベルトなのかもしれませんし、チェルノブイリの何かデータがあるのかもしれません。しかし私の論文を読んだんだよ、50ミリシーベル、ヤコブさんのデータね、ブリティッシュジャーナルオブキャンサー、トロンコさんの10ミリシーベル、このキャンサー、超一流だしね、これでもがんが出る。で、私たちのグループの一人がベラルーシ行って、現地の研究者から直接教えてもらったところでは、行き地はないと。ように言最初の頃のデータはこうなんですよ。大量に被爆した人が甲状腺がんになります。そしてこれは10年20年と経ってくると、ちょっとしか被爆しなかった人が時間が経つとともに発病してきます。だからこの域値がだんだん下がってきたように見えるんですね。多分私はそうだと思います。だから最初5年間でこうだったから、それがずっと続くわけじゃないんですよ。だから今ベラルーシでこうだから、他は大丈夫っていうものじゃないんです。ベラルーシ、ウクライナは現在進行形で病気が増えていってるんですよ。で、このあと病気がだんだん増えるんですよ。そして私が死んで30年経ってから、ああ生ちょろい講演しとったねと、こういうふうに言われるわけです。おそらく山下俊一さん、ミスター100ミリシーベルトがこう言っています。彼でさえ中からの間で発がんが起きうるというリスクを否定できない、持ってもあった言い方ですけども、10ミリシーベルトでも危険かもしれんと言ってるんです。彼が、そして彼は現在100ミリシーベルト以下は大丈夫と言ってる。この違いは何なんですか。何かデータでも変わったんですか。新しい論文でも出たんですか。出てないでしょう。彼が自分で研究したことをこう発表していてですね、そして違うことを行政で言って国民にそう言っていくこと。これはベラルーシ。色が濃いところほど IU131 の汚染がひどかったところですね。上の方は白いですね。リテプツキっていう染料引っかかったんですよ。ベラルーシ北部のウチェウジュク州、ちょっと言いにくいね。要素131の汚染が最も少なかった。18.5 から37万ベクレル。要素でいいですけどね。そしてガンが増えた。まあ、コメリ州はもっとガッと増えてるんですけど、これでも少ないんですけどね。了解して。あれだけ薄いところでね。じゃあこれはどうですか。これは国立環境研究所という国の施設で出した映像ですね。この辺が皆さんですね。これこの緑色のところでも甲状腺がんが増えたということです。まあもちろんですね、外からこう鼻で吸った甲状腺の染料はここと一緒だったかもしれませんけども、まあ、食べ物は日本の方はチェルノブイリよりも少なかっただろうと思います。気をつけられたという成果はあると思いますし、要素というか昆布とか海藻類を日本人はずっとたくさん取ってますので、
ウクライナの子どもたちよりも、ベラルーシの子どもたちよりも、甲状腺に集まる要素の量は低くなることは確かです。しかし、本当に大丈夫かと言われると、疑問です。茨城県北部の方が高かったので、ここと合わせると、まあ、高いですけども、このデータからだけいくとリスクはあるかな。要素131だけ考えていては間違いかもしれません。要素132、これを半減期は3時間だったかな、ものすごく短いんです。半減期短い半減期のものほど危険度が高いですね。そしてテルル132が崩壊すると要素132になります。でテルル132は、半減期は2日 2.3 本当のごく初期段階にバッと来て、でさっと崩壊して要素132になったと思ったら2時間で消えていく、3時間消えていく。それのリスクに関しては誰も分かっていない。そしてそのテルル132の量がまた多かったんですよ。だから初期に出てですね、初期被曝量というのは全体の放射線のものすごい大部分、2ヶ月間で消えちゃったんですよね。ものすごい量。今セシウムでこう来てる。ここの危険性に関しては要素131以外はですね、よくわからない、よくわからない。研究者、専門の人も、ベラルーシの方々もわからない。まだまだ我々の知らないことが多いんですよ。ベラルーシのドクターたちもわからないこと、未知の物質なんです。あの初期にものすごい出た、呼吸が苦しくなる、鼻血が出る、咳が出る、息苦しい、そういった症状を起こしましたよね。あれが実際細胞にどう影響したのか、未知の部分も多いですね。で、先ほどスクリーニング効果の話が出ました。甲状腺がんはゆっくりゆっくり大きくなるので、それを早く見つけただけだと、大人になってからなる甲状腺がんを早く見つけただけだというのが福島県の県側の考えですね。それで私ちょっと彼らの言う通りなのかなと思って計算してみました。で実際見つかったがんのサイズは6ミリから33ミリです。で大きくなるスピード、こういうのあるんですよ。でこれは福島県が出してきた論文に、手引き書に載ってたのを私はこうお借りしたんですけども、スピードはここに載ってるんです。これのスピードを用いてですね、計算、これが正しいですけど、これは大人のデータです。子供はもっと早いかもしれませんよ。これが子供でも起きるとして、家庭1、出してみました。まあ、14ミリの平均サイズだと、8年後には29ミリ。3センチしか、3センチになれば気づくんじゃない。私2センチでもここにこのしこりあったら分かると思うんですけど、あすごい太った方は分からない。でここを6ミリで見てみました。28ミリ、まあ、2センチ以上で大きくなるかな、分かるかなと。要するに気づくのはいつかということです。子供の時にできたがんがゆっくりゆっくり大きくなって、その本人が病気だと気づくまでが、気づくのがいつか、それがゆっくりだから違うんだと。甲状腺がんは増えているわけじゃないというのはスクリーニング効果の話なんですけども、まあ、28ミリで気づいたとしましょう。それはですね、28ミリになったら必ず気づくと、全員ね。これを家庭2とします。それはですね、23年後、確かに長いですね。23年も経たないと症状として現れてこない。福島県の言ってることは正しいかもしれない。
スクリーニング効果はと言っているけど正しいかもしれません。これで見る限り。で実際ですね、これ24年度と23年度のデータあるんですけども、これを使います。現在11人が生検といってここ戦死してがんが疑われています。でこれを10万人あたりで判断します。統計上計算しやすいように。10万人あたりにすると 27.3 人になります。10万人、これは国立がんセンターの事故が起きる前のがんの甲状腺がんの統計です。毎年これだけの人が甲状腺がんになるわけですね。現在 27.3 人、ここに出たわけです。 27.3 ね。そしてスクリーニングで早く見つけただけで本当なのか、こう 23年後に全員症状出るんでしょ。そうするとこれだけの人たちがを早く発見したということになりますね。でこれだけの人たちはどこまで行くか、これだけなんです。余った部分なんですか。余った部分は過剰にがんが過剰に発生したということになりますよね。放射能が原因かどうか分かりませんが、ともかく過剰に福島でがんがこれだけ出ているというのが私のデータで、このデータは福島県の言うスクリーニング効果だという虚礼にの言う通りに出したデータ、私に有利に作ったデータじゃないんですよ。しかもですね、これはあくまで中間発表なんですよ。この後もがん多分出てくると思います。この 27.3 が増えるんです。35、ね、そうするとここのがんの過剰の発生のところ増えていかないですか。ちょっとなんかまだらっこい話で分かりにくかったですけど、うなずいてくれた方もいらっしゃる、理解していただけましたか。まあ、別の方法でスクリーニング効果は違うんだということを言っている岡山大学の津田先生という方もいらっしゃる。ネットで津田教授って入れて、甲状腺がん福島で検索されている、もしかして出るかもしれない。彼は統計の専門家ですので、彼も統計上考えられないということを言っています。さらにですね、もっとおかしい変なことがあります。変なこと、歴史に学ぶことがあります。変なおじさん出ましたね。怒ったような顔。重松五蔵、実物の写真出そうかなと思ったんですけど、肖像権に関わるし、今ここで撮影されていらっしゃいますので、こちらに変えました。この方は山下俊一氏のはですね、この方の直系の弟子です。で彼はどういうことをされてきたのか、まあ、痛病とかいろんな公害の時にですね、政府側の支持するような発表でされてきて、カドミウムが原因でないとかね、そういうことを常に言ってきた変わったお方ですね。ネットで調べてみてくださいということ。重松五蔵、この方は IAEA の代表にまで来ていたんですね。重宝されるんですよ。国からも世界からもこういうこと言ってくれるから堂々と。これだけ出ててもですね、多発なし。まあ今と一緒かな、今も多発なしですからね。調査しすぎが原因、要するにスクリーニング効果、同じことを彼は言ったんですよ。弟子が真似ないはずなんです。で多いことは確かやけども、放射能との因果関係はない。苦しまんげにこうなんですね。で、WHO は95年になると、ようやく認めたんですよ。WHO も原発村の一員ですよ。ようやく正式に認めたんですよ。そしたら彼は何て言ったか。わからないことだよ。もう全然認めないんですよ。すごいね。国が重宝があるはずですよ。
要するにこの同じ失敗を、そしてまあ甲状腺がんは放射能の影響だと国際原発村も認めたんですけども、この失敗を福島でまた繰り返そうとしてるんじゃないでしょうか。失敗から学べない人々ということになるんじゃないかなと思います。皆さんでもね、失敗すればもうしないようにって気をつけるでしょ。ゆっくり安定してると思います。また山下真一氏が出てきます。彼の論文に書かれてました。いかに早く小さな結節を見つけても、がんは周囲のリンパ節にすでに転移していることが多く、早期に適切な診断が必要である。チェルノブイリで彼はこういう研究をして発表しているんですけど、それなのに今は、なんて言ってる、大丈夫、放射の関係、しかも2年以上、次の検査まで2年以上置いておくとかね。心配しすぎはよくないですかね。矛盾してるんですよ、自分が過去に言ったことで。で、日本甲状腺学会、これがまた癖物の学会なんですよ。山下俊一の言う通りに動いてるんですよね。福島行った時に甲状腺に治療できた人を紹介したんですよ、甲状腺学会の人に。梨の粒、普通は医者の人事としてですね、紹介状を送ればですね、返書というのがあって、返書もらうと私がまた勉強になるんですよ。梨の粒、小児甲状腺がんは良性だ、がんとはいえ死ぬことは少ない、良性だというのは彼らの言い分だね。しかし和田先生の書かれた論文にはリンパ節転移が多い、40%から90%、肺転移率が多い、5%から30%、術後の甲状腺ホルモン、甲状腺全部取っちゃうとホルモンずっと飲まなくて、そのコントロールが難しいんですよ。ビタミン D、 副甲状腺も取っちゃうとビタミン D まで必要になるんです。軽量起こすんですよ、出たんですけど、術後の合併症が甲状腺機能低下症、半壊神経の声が出なくて、ここ神経が走ってるんですね、声を出す神経が。再発率が高い。何が良性ですか。悪性でしょう。ね。皆さんまた騙す？よくこういう論文を甲状腺学会に出して発表してですね、そして同じ学会の偉さまですね、大丈夫。そのために記者が存在するんでしょうか。国民の健康、保持、病気から子どもたちを守る、病気にならないようにする、記者の使命でしょう。もう言わなくても分かることですよ。ついつい興奮するたちなもので、途中興奮して寝苦しい点もあったと思います。どうもご清聴ありがとうございました。